りしてんじゃねえよ。へえ、よほど追い込まれているんですね。得点は100。わざと見せましたね。ごちそうさまでした。ええ、食べるの早っ。もちろんご飯だけでなく勉強もね。まあ、いつきちゃんが狙いなんでしょう。この肉まんお化けやめてください。帰るも何もここ僕の家ですけど。え、マジごめん。ガー全員合わせてな。何ですか？全部間違えてました。好きな男子とかできた？え？おっと、秀吉のあだ名、確か日本史の先生が言ってたような。バイバイ。わお、上杉さん。お前死ぬぞ。死にたくないです。長吉。島津豊久さん。真田、焼村、もうダメ。まあ知ってたけどな。四つ葉でもいけるんじゃない？ええー、上杉さんがいるから上杉さんのおしゃれ下級者。え？今向き合える状況じゃない。限界だ。俺は忘れ物を取りに行く。さ、裁判長。違う。おい、ニノ。これだから過度な干渉は嫌なんだ。お兄ちゃんの汗で諭吉さんがシワシワに。5人って。なんかこれ家族写真みたいだね。ついてこないでください。お前らは。誰だ？あ、そう。べっぴんさんにはおまけしちゃうよ。背中に乗ってくれ。重いし追いかけるのは無理だ。このままじゃ5人集まる前に花火が終わっちまうぞ。え？なんだ、あなたですか。いいからいいから。もしもし、四つ葉ですか？え、上杉君が？昨日ね、みんなに仕事のことを打ち明けたんだ。みんなびっくりしてたな。女優？だから意地張ってないで勉強会に参加してみろよ。きっとお前でも成績アップできると。そうですね。ビーゲうわ最先端。あー疲れた。あなた私のスマホですけど。わからない箇所があったら教えてやるぞ。何ですか？私が信用できないのですか？今日は泊まり込みで勉強を教えてくれるって話でしょ？呼びに行く？今なんと あと5日もっと寝ぼけた目をして。おのけ邪魔だな。私で遊ばないでくださいかな。ちょっとほら着替えるから。風太郎そうだよね。よかった。俺が来ないからって油断すんなよ。お前は本当にバカ不器用だな。はいはい。じゃあこのまま復習しちゃいましょう。普通に嫌だけど。風太郎君がパーフェクト。超絶に合わないわ。うお、成功。全部100点。でもいいけど。何してるんですか？手でも握ってあげたらどうかな。やっぱ無理。ごめん大丈夫。治ったみたい。誰？助けて！ 4、3、2。え？あんたなんかよりよっぽどイケてるわ。今度合わせなさいよ。お、ないよ。よし、みんな揃ったし勉強を始めるぞ。え、今日もですか？私も明日の準備を。おいこら待て。え？あ、ちょっと待てー。手取って感じですね。え、上杉さんみたいなこと言ってる。一緒にしないでください。はい。すまないが肝試しの実行委員代役でやってくれないか。え？ああ。お、ちょっと触るの禁止。つうか触るな。あ、明日死んでるよ。そんなことありえません。やろうぜ。多分ニノ誰からも誘われなかったんだと思う。あ、そっかすねてるんだ。え？はあ？こいつと部屋のみならずお風呂も同じってこと？言語道断です。違う、こら！どうした？いえミク、聞いてるか？信憑性がなさすぎるわ。こんなチップなおもちゃで誰が驚くのよ。大丈夫か？なんだ？まあお前が残ってくれてよかった。なぜだか懐かしい。こら、太もも堪能するの禁止。あと重くて持ち上がらない。はあ、やっぱいったー。大丈夫だよ。いや、さっきお前がスピーカー。まあいいや。いちか、ついてきてくれ。あのえ？これよりこの部屋は立ち入り禁止とする。ニノでさ、俺とダンスどうかな？おえ、今からですか？四つ葉を見習ってみましたが、先生が寝ている間に忍び込むなど。みんな来てたの？私はよく聞くお守りを貸そうと思っただけ。え？なんでそんなもん忘れるの？血は争えんな。もう一人いるんかい。うん。一日でこんなに着替えるんだ。起きた。え？朝はお腹がすくんです。だったらミノ以外のみんなで参加しないとは言ってないでしょ。そうね。で、香水。ミノいた。あんた犬か。ほら、やめなさい。四つ葉たちが探してたぞ。何のことでしょう。何ですかそれ。そこからが聞きたかったのに、すごい雑に終わりましたよ。地球はどうなったんですか？いつき、私は覚悟を決めたわ。あんたも見てくれよ。待ってください。偶然だよな。四つ葉、白状しろ。当然のように疑われてる。シャンプーの匂い。なんかキモ。風太郎になら見せてもいいよ。ダメです。なんだって。あれ、なんで。やられたバカとは何ですか。上杉君。お引き取りください。いけんな。お前がこれをお引き取るんだよ。勉強中は消します。で、まず。そこ、テスト範囲じゃないぞ。やば。こんな退屈なこと真面目にやってられないわ。ダメ。肉。もう疲れた。よりによって体力なしコンビだからな。え？カバカバセキュリティ。お邪魔してます。なんで？実はあなたに話さないといけないことが。あんなにカレーを爆食いしてたやつに風情を解かれたくないね。出て行ってどうするつもりだ。財布も行くあてもないだろ。もう少しだけいさせてください。何でもお手伝いしますので。え？なんですか。怖いこと言わないでください。いつき、ちょっと見てきてくれ。父親になるんじゃなかったんですか。今関係ない。大っぴらに話しかけないでください。一緒に登校してると思われてしまいます。なぜその時財布を受け取らない。私も後から気づいたのですが、四つ葉も忙しそうだったので。陸上部の助っ人を引き受けたって。今の状況分かってんのか。すみません。すみません、まだ練習の途中なので。げっおええっ、あ聞いたって誰に？細かいことは置いといて、どんな生徒さんなの？意外と驚かないんだな。ああ、五つ子って本当にいるんだ。ドラマでしか見たことないよ。どうした？うん、なんでもないよ。ああ、ちょうどいい泣ける話。めちゃちょうどいい。なんで出てきてんのよ、露出魔。俺とお前は裸の付き合いだろ。忘れろ。ん、これは。この調子でいつきにも謝ろう。それは嫌。今日のノルマ終わった。もしかしてついに二人から連絡が。え？はーい。お前の姉妹も呼んで食べてもらおうぜ。バイバイ。おはようございます。試験なんて。大丈夫です。ちゃんとやってますよ。そんな甘い考えじゃ大会2連覇はできないよ。はい、送らないね。でももう子供。はい、あーん。体だけ大きくなっても変わらないんだから。ほら、無理してるから口内炎できてるよ。こんなパンツ履いてるうちはまだまだお子様だよ。え、風太郎と何してたの？あ、うっせー！甘すぎる。何やってんのよ。苦っ、こんなの飲もうと思わなかったわ。みんなに教えてあげ。無理です。こんな役目もうやめたいです。様子がおかしい。なんて鋭い観察眼だ。とっぺらげんかーだー。死にたくありません。きっと何か気持ちの。四つ葉。いいの。そうです。はい。カンニングペーパーだ。やるわよ。よろしく。あれ。お。え？これは違うと思われます。その程度も解けないようであれば、特別授業に変更いたしますよ。全員で飛び込んでどうするんですか？あ、ケーキは無事ですか？大丈夫。俺が入ったら5等分できないぜ。いや、悪い。うわあ、キスしました。ロマンチックだわ。お兄ちゃんが急にモテ出した。それはまだ早いよ。不純。あんたも同じこと考えてたでしょ。私が風太郎に。風太郎ちょ、ダメだよ風太郎、やめて。やっぱやめないで。あ、ん？一花、動くな。やはりえああ遊んでくれてるんですね。さっきキスキスもう赤点回避で必死なお前らがキャカキャカだってニノは自分のお店を出すのが夢だもん。ミルフィーユ、エクレア、モンブラン、メルシーボークー。いやーその努力を否定するつもりはない。おいしいのです大した嘘だ。驚かされたぜ。もう演技って言って。あ、ニノえちょっといいちょなんだ別に。ニノあれってああお気遣いなく。いらないのかい。やれます。わかりました。言ったか。頼もしいですね。目指せ30点超えだ。それは女の子には。いや普通に母親の命日。おっと娘さんの前で言うことじゃねえな。許してくれ。好きなだけめっちゃ美人。お嬢ちゃんも先生にだしいけるんじゃねえか。私なんてそんな。え一花の言ってた人ってなんだ。お前大丈夫か。風太郎君何よ今の。うるさいうるさい。くそ、行き詰まってる。何よ別に。ああ頭隠してリボン隠さずですね。まさかマンツーマンじゃなくてマウストゥーマウスをしようなんて。正月のあれは事故で。え私が無理無理じゃねえ。本当に毎月いるんだな。教えた相手にお礼を言われるのはどんな気持ちですか。いつきありがとう。風太郎来てたんだ。あれえ一番ってそれはどういう意味で。あそう安心って何が。四つ葉やりましたね。おめでとう。風太郎私え何あと何それ。ニノじゃあ私もそれじゃおいしいね。はい一花席で待ってろよ。そうね。何のこと。何よそれ。だから何を。何でもないわ。ここよりもっと近い店があるのになぜ？これ目当て。さ、ミク。ん？いないよ。前にも言ったでしょ。あれから同じクラスに気になるやつとかできたんじゃないか？恋バナしようぜ、恋バナ。急にどうしたの、風太郎。あれ、上杉さんじゃないですか。嘘。風太郎も当たったんだ。ミク、なんか考えなさい。私、ふうくんなんちゃって。あ、ちょうどよかった。俺も中庭に行くとこだったんだ。何言ってんだ、ちゃんと説明しろ。ハンバーグ。ちょっと待て、一ついいか。誰だ？友達ならこれくらい当たり前ではありませんね。上杉君、女の子にそのような質問をするのはいけません。それは今と同じウサちゃんリボン。お前四つ葉だろ。何のことか分かりません。こいつは嘘をつくのが一番下手で暴きやすいとは思っていたが。ちょっとダメ。何してんのよ。四つ葉。ヒントです。2の？ヒント2。あ、一華だ。あ、そうか、まさかの一華本人。わざとでしょ。じゃあせめて足を見せてくれ。え、なんで？ダメ、こればっかりは言えないわ。トイレ。じ。そんな薄着で出てきたからだよ。ほら、鼻も出てる。これくらい一人でできるよ。ミク。一度は貸してくれたのに。まんまとやられちゃったな。当たり。笑うなって言っただろ。お前こそなんで俺にやめてほしかったんだよ。やっぱそれなし。ところで来週からお家賃を5人で5等分します。払えなかった人は前のマンションに強制退去だから、みんなで一緒にいられるように頑張ろう。ケーキ作りたいです。ちょっと私の方が得意です。まあでも悪いとは。あ、こっちにしようかな。私の目的は風太郎じゃないから。味が悪くないんだがな。ミクちゃんも似てるんでしょ。もっと顔見せてよ。皆さん落ち着いて。私たちは無視。相変わらずですね。まあ他にやりたいやつがいないなら。よつばちゃん、先生が呼んでたよ。ほら。そいつはよつばじゃないぞ、三女のミクだ。そうなの？いいじゃないですか。きっと彼も変わってきてるんですよ。でも少し焼けてしまうのもわかります。友達としてですよ。足は引っ張んなよ。はっ、私を誰だと思ってるのよ。こんな仕事朝飯前だわ。味に違和感が。すぐに作り直そう。はい。俺は勉強しかできない男だ。あっそ。どうしたの、上杉君。いや、これは覚悟しててね、ふうくん。偶然会ったのに用意してくれてたのか。声をかけられないように変装してたのか。これは大女優様だぜ。もう恥ずかしいから言わないで。このまま2人でサボっちゃおうよ。ダメっしょ。もっと話聞きたいな。もうちょっといいでしょ彼女たちが君の足かせになっているということさ。その通りだな。そこまで言うなら結果で証明してもらいたいね。2人して何話してるの？危ないわ効果絶大ね。それで何が？ごめん、そんなつもりじゃなかったんだ。ごめん。五つ子だな。お前らのやることは本当に予測不可能だ。新学期になってから四つ葉も二の一花と来て三九も何かあったので。5人までです。ちょいちょい。やっぱり忘れてる。そして。上杉さん。が話したいことがあるって。ほらね。何？早く言えよ。あ、そうだ。私もなんでこうなるのよ。上杉君。あれ？いつきだけ？はい。あいつら誕生日なのか。バランということは。いただいたらお返し。それより誕生日だ。なぜついてくるのですか？ライハちゃん、これなんてどうでしょう。まだお子様パンツか。なぜそれを。ライハ。なんだか怪しいですね。レノっておしまい？かなり気になるんですが。初恋。負けた。ミク終わったよ。このバチバチ。多分気のせいだわ。いえ、散策してもいいかと思います。今の聞こえて。ミノにだけは言われたくないな。聞こえてねえよ。その反応絶対聞こえてます。落ちたらどうしましょう。私はなんて大胆なことをしてるのでしょう。諦めたくない。その子はもういいだろ。えわあ、いつきちゃん、これ攻めてね。着ないの？これは違うんです。身の丈に合わないので捨ててしまいます。入るぞ。すっきりした。おや、止まる。戦国武将の着付け体験いかがですか？ミク、お友達は風太郎。写真撮って引っ込んじゃう。下着どうするんだろう。何かあるといけないと思ったんです。どうしたミク？疲れちゃった。腹減ったし、一個もらうな。あ風太郎のお母さん。ミクは最後までイチカは悪くないと言ってたわよ。この争いに何の意味もない。だから四つ葉、パンをありがとう。ししし、一時はどうなるかと思ったよニノ。いいわよ、水臭い。いいよ、恋ってこんなにも辛いんだね。ありがとういちか。全部嘘だよ。